それでは改めて始めたいと思います。サスペンス劇場北風と三匹の熊スタートです。昔、あ、ごめんなさい、入ってますかね、大丈夫ですか。改めて熊組公演北風と三匹の熊始まります。のあるところにかわいいかわいい熊の森がありました。そこに住む熊たちは森の仲間たちと一緒にのんびりのんびりのんびり過ごしていました。そんなある日、この森に珍しく冷たい冷たい北風が吹いてきました。北風はものすごい音を立てながら熊の森に冷たい風を吹きつけ始めました。ピューピューゴー、ピューピューゴー。家を飛ばされてしまったちびっこ熊たちは体を震わせて泣いています。ピューピューゴー、ピューピューゴー。俺様は遥か北国からやってきた北風のどれかな、これかな、これやな、北風の消しときます。王様だ。この星の生き物たちを懲らしめるために旅をしているのじゃ。ついでにこの村も俺様の冷たい風で怖い目に遭わしてやるのだ。ピューピューゴー、いくぞー。かわいい。まだ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 北風の吹く呼んでかい冷たい風によって水は凍り、草木は枯れ、空は真っ暗に染まっています。すると森の仲間たちの体は冷え始め、心がトゲトゲし始めました。泣いたり怒ったり喧嘩や争いが始まりそうです。ピューピューゴー、ピューピューゴー。まだまだ吹き飛ばしてやるぞ。さあこの冷たい風であちこちに戦争や災いや病気が流行るのだ。さあ行くぞ、もっとだ。ピューピューゴー。森のみんなは口々に叫びます。あの北風をやっつけよう。あんな北風なんて死んでしまえばいいんだ。大嫌いな北風め、ノックアウト。ピューピューゴー、ピューピューゴー。その調子だ森の生き物たちめ、どんどん俺様に怒りや憎しみをぶつければいい。どんどんこの村に争いや憎しみが増えるだろう。行くぞ、ピューピューゴー。この村に住む人気者のエコベア三兄弟が立ち上がりました。森のみんな、争いはやめよう。僕たちエコベア三兄弟に任せてくれないか。北風さんと話してみるよ。そう言って立ち上がったのは料理が得意な長男エコベアでした。はい、いえいえ、北風屋さんがそんなに冷たいのはあったかいお食事が足りないからじゃないですか。
僕が腕によりをかけてあったかい料理を作ります。どうぞ召し上がれ。おお、これは深いクリームシチュー、美味しい美味しい美味しいぞ。おい、他にはないのか。ではこれはどうですか。それそれちょっと立っといてくれた。これはうまい。これは南海高野線白崎駅名物のバウルのカレーではないか。あの気難しいマスターからよくここまで運んできたな。うまいうまい。他にはないのか。ではこれはどうですか。それお、これはうまい。グリーンケトルのフルーツたっぷりのパフェではないか。あの女好きのマスターが作るとびきりの甘いスイーツ、よくここまで持ってきたな。うまいぞうまい。他にはないのか。これはどうですか。おいしいですよ。これは伝説の三国ヶ丘駅付近にある伝説のお好み焼き八兵衛のお好み焼きではないか。あの酔いどれミュージシャンの集まる営業時間不定休の伝説の八兵衛のお好み焼き、よくぞここまで持ってきた。うまいうまい。いただきます。すっかり満足そうな顔になりました。確かに食べ物というのはこんなに安らかな気持ちになるのか。うまかったぞ長男エコベア。だが俺様の中にたまりにたまった怒りはこんなもので消えはせん。行くぞ。ピューピューゴー、ピューピューゴー。北風は再び息を吸って冷たい風を吹き始めました。またまた森は冷たい風にさらされます。そんな時、人を笑わせることが大好きな次男エコベアが立ち上がりました。はい大好きです。みんな次は僕に任せてください。ねえねえ北風さん、お腹いっぱいになったら今度は僕を楽しく体を動かしませんか。次男エコベアはリズムを取りながら何やら口ずさみ始めました。はい、手を叩きましょう。パン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 、足踏みしましょう。パン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 、笑いましょう。わっはっは、笑いましょう。わっ、すごいリズムだったぞ。わっはっはー。
言いました。確かにあったかい料理や体を動かすことは俺様の心を確かに柔らかくしてくれた。だが何かが足りない、何かが足りないんだ。俺様の体の中をうごめく冷たいものを消し去るにはまだ何かが足りないのじゃ。さあ行くぞ、お前たちを一気に凍らせてやる。ピューピューゴー、ピューピューゴー。北風は再び冷たい風を吹き始めました。熊の森は、そしてこの橋はどうなってしまうのでしょう。冷たい風に吹かれて心まで冷え切って冷たい世界になってしまうのでしょうか。その時、三男エクベアが立ち上がりました。頑張れ頑張れ。普段は遊んでばっかりでからかわれながらも音楽いっぱいの毎日を過ごしているのんびり屋の三男エコベアは自信たっぷりにこう言いました。北風さん、そして村のみんな、一緒に音楽を楽しみませんか。歌を歌うと心がとっても温かくなって優しい気持ちになれるんですよ。そう思う人は拍手をしてください。それでは、もうこれからこの3人、皆さんがよく知っているあの歌を歌いたいと思います。三男エコベアさん、お願いします。歩き森の中、クマさんに出会った。花咲く森の道、クマさんに出会った。なんだその軽快な音楽は、なかなか楽しそうではないか。続きを歌ってくれ。クマさんの言うことにゃ、お嬢さん、お逃げなさい。さこらさっさっさのさ、さこらさっさっさのさ。すごい、さこらさっさ、なんて面白い響きだ。それよりも、なぜここにリアルなクマを連れてきたのだ。この歌は素晴らしいではないか。もう我慢できん。もっと聞かせてくれ。お安いご用です。この歌はとっても長いので、時間の都合で一番最後の素晴らしいフレーズをみんなで一緒に歌いましょう。いきますよ。はーい。あらくまさん、ありがとう。初めて分かったぞ。音楽は素晴らしい。わしはこれから歌を運ぶ南風となって、世界中を幸せにしてみせるぞ。頼む、その最後のフレーズをもう一回みんなで歌って聞かせてくれ。わかりました、北風さん。では北風さんも一緒に歌ってくださいね。せーの。
力のおかげで暖かい南風へと変わり、世界を暖かく幸せにし続けました。素晴らしい音楽の世界にありがとう。ありがとうございました。これにて熊組公演北風と3匹の熊終演でございます。皆様、3匹のこの素敵なエコビアたちにもう一度大きな拍手を。